だから、じゃあこれ3分のフードあるから、これもよかったら使ってください。じゃあこれもね、ひまわりとかナッツ何グラムあげてるかちょっと書いてください。あ、わかりました。今現状で何グラム、まず測ってください。あ、はい。で、それから少しずつ、この子に分からないように少しずつ減らしてもらった方がいいかな。はい。はい。いや、あんまり太るとさ、皮膚の免疫力下がって皮膚病になりやすいんですよね。なんか最近苦しかったから、なんかちょっと開けすぎたかな。受けすぎたかな。はい、じゃあ待ち合わせ待ちください。はい、すいません。